TVK ライブガガスペシャルパート2に出演してもらう2つのバンドに一堂に会してもらいました。こんな8ショットというか2ショットっていうのはなかなかないと思うんですけども、じゃあそれぞれのバンドを紹介したいと思います。まずはソフトバレーなんですけれども、遠藤君、今年はどんな年だったでしょうか。インキュベートというアルバムを出したんですけども、それが非常に充実してて気に入ってて、それに尽きる1年だったと思うんですけど。なるほど。爆竹の方はどうですか、今年93年というのは。ツアー60本で、疲れた年です。60本もやったんだ、最大規模、はい、そうです。なんかこう2つのバンド、僕がね、この間ソフトバレーの方は番組出てもらって見たんですけども、なんかライブの感じがすっごい力出てきたりしてるような感じがするんだけど、例えばお互いで見に行ったりはするんですか。前にちょうど渋港で見させてもらいました。どんな感想。やっぱり自分たち のバンド形式とはまた違う、ですごく、ビジュアルもすごくかっこよかったし、音もなんかゴージャスって感じで、よかったです。例えば森岡君とか見に行ったりするんですか、爆竹のステージは。はい、今年は見ました。今年は最初の方に確か見に行きましたよね、すごい格好して。どうでした。いや、すごい今井君とかかっこよかったですよ。例えばほら、どっちのバンドの方が音がでかいとか、そういう比べっことかないですか。俺たちの方がでかい。子供のだって死にそうにでかいじゃん、最近。ビシビシにでかいよね。あと飲み行ったりはするの。いや、たまに飲み行ったり、藤井君と飲ませてもらったり。ああ、誰が一番癖悪いんですか。みんな静かですよ。あ、そうですね。そういうところでは例えば音楽の話とかしたりするの。結構今井君とかよくしてますよ。ああ、飲みながら。はい。でも最後は飲みに入っちゃうんでしょ。音楽の話というか、最近どんなのを聞いてるっていう。浅いところから。例えばいつか一緒にやってみたいなみたいなのあったりするのかね、お互いに。まあ今日はライブで、ステージごとにはなっちゃうんだけど、どうですか。これ今日一緒にやるんですけど。あ、そうかそれはでも言っちゃまずいんですよね。どうなんだろうな。じゃあお楽しみにしてください。